ノトテニアアモクは、鈴木目にところ属する魚類の分類群の一つ。英語での発音に近いノトセニアアモクと表記されることもある。8か44属で構成され、日本で輸入食用魚として知られるマジェラニアイナメライ魚だまし、など125種が記載される。寒冷な海での生活に適応した一群で、南極海とその周辺海域に分布する種類が多い。 ノットテニアアモク魚類のほとんどは南極海とその周囲の寒冷な海域に分布する。主に南極大陸周辺の海底付近で生活し、この領域に分布する沿岸性魚類の大半が本アモクの仲間で占められる。ノットテニアアモクの仲間は定生生活に適応し浮き袋を持たないが、一部の種類は浮力を得る手段を身につけ、中層を遊泳して生活する。 北太平洋、北、大西洋の冷たい海に分布する、低制魚の一群である、玄華木と形態学的共通点を有するほか、ワニギスは木とも近縁なグループと考えられている。極寒の海で生活する、本アモ木の魚類の中には、血液中に、不等タンパク質と呼ばれる、等タンパク質を蓄えることで、凝固点を下げ、氷点下の海水中でも、 生存可能となっているものがいる。これらの種類の多くは、腎臓の糸球体を描き、また血液中の赤血球やヘモグロビンを持たないことも、ある。尾光は、左右に一対あり、一つしか持たない、原下暗黙との明瞭な間別点となっている。側線は、通常にあるいは3本だが、ボーイクティウス科では1本である。浮き袋を持たない。 背びれの棘状は滑らかであることが多い。腹器は喉の位置にあり、多くの鈴木目魚類と同様に1本の棘状と5本以下の難状で構成される。胸びれの支持骨は3個で、4番目の支持骨は、ボーイクティス科の死魚のみに存在し、発生過程で肩甲骨に吸収される。尾びれの種びれ状は、大抵15本以下だが、最大で19本になる種類がある。 肋骨の発達が非常に悪く、浮遊性あるいは完全に欠く場合がある。抗外骨の歯を欠き、ボーイクティウスカは、すき骨の歯も持たない。ノトテニア目には、ネルソンの体系において8か44属125種が認められている。かつては5かのみの構成であったが、プセウドフィリティスカ、ロバロカ、アルテディドラコカの3かが、新たに独立のトガとして扱われるようになった。 本アモク内におけるそれぞれのトガの系統順位は、広く受け入れられたものと考えられている。ボーイクテュースカの一種、ボーイクテュースカボバイクティデイは山賊11種からなり、オーストラリア南部やニュージーランドなど、本アモクの魚類としては、比較的暖かい海域に分布する。鋼蓋骨とすき骨に歯を持ち、側線は1本のみであることが、本家魚類の特徴である。背びれは2つあり、 第一背びれは、トゲ状のみで構成される。プセウダフィリティスカスーダフライテデーは一族一種で、スーダフライテスアーベライのみを含む。かつては、ボーイクティスカに所属していた。タスマニア島を含むオーストラリア南東部に分布し、主に沿岸近くの淡水、寄水域で生活する。ロバロカエレジャイノピデーは、エレジャイノプスマクロバイナスのみ、一族一種。 シリアルゼンチンの概要から、フエゴ諸島にかけて分布する。以前は、ノトテニア科に含められていた。マジェラガイナメディスオスティクスエレジャノイズ。メロとも呼ばれ、輸入食用魚として、日本での需要が高い雷魚魚騙しディスオスティクスも幼い。南極海の中層を遊泳して生活する大型種、ノトテニア科の一種、ノトテニア科のオトテニーデーは12属50種からなる。 本阿目で最大のグループで、主に南極海の沿岸域とその周辺海域に生息する。大半は海底付近で暮らす低生魚であるが、プランクトン植生の一部の種類は中層を遊泳して生活し、海氷直下の氷点下の海で暮らす者も,もいる。浮き袋を持たない彼らは体内に多量の脂肪を蓄え、骨格成分中のカルシウムを減らすことで、 遊泳生活に必要な浮力を得ている。体は、鱗で覆われる。背びれは二つで、第一背びれは3から11本の棘状のみで構成される。側線は1から3本。ハルパギフェルカ・ハルパギフリデーは一族6種。南極海とその周辺海域に分布する。体には、鱗がない。背びれは二つで、 1> 第1背びれを構成するトゲ状は1から7本で、柔らかい。主在骸骨と火災骸骨に大きなトゲを持つ。顎ひげを持たず、カビ骨は3つである。アルテディドラコかアーティディドラコ2例は4属25種から、なる。南極海の深海に生息する。体には、鱗がなく、第1背びれは7本以下の柔軟なトゲ状からなるなど、 ハルパギフェルカと類似した特徴を持つ。かつては、ハルパギフェルカの赤として記載されていたが、本家魚類は、アゴひげを持ち、カビコ骨は4から5個であるなどの形質から、現在では独立のトガとして認められている。バトゥドラコカの一種。ディープウォータードラゴンと呼ばれる種類、バトゥドラコカの一種。バトゥドラコカバシドラコニデーは11属16種からなり、 すべて南極海に分布する。他のトガとは異なり、口を前に突き出すことができない。背びれは一つしかなく、すべて南上で構成されることが最大の特徴である。氷丘の一種。本種は長く伸びた腹びれを使って海底で身を起こし、獲物を待つ姿が観察されている。氷丘茶肉チーレは11属15種を含み、南極海と、 周辺海域に分布する。バテュドラコカと同様、口を前に突き出すことができない。口先は長く伸び、縦に潰れて、ヘラのようになっている。背びれは二つで、第一背びれは、トゲ状のみ。腹気は幅広く、際立って大きい。低水温への適応が著しいグループである。ほぼべての種類で赤血球を欠いており、血液は、無色透明となっている。 血液には、糖タンパク質が多量に含まれており、凝固点を下げる、不凍液の役割を果たしている。筋肉中のミオグロビンもない。酸素の取り込みは、通常よりも、多量の血液と、皮膚呼吸によって賄われており、本科魚類は、酸素が豊富な極低温の海水以外では、生存できないと考えられている。ありがとうございます。